最後に先駆けトポロジー領域の総括である東京工業大学の村上修一先生に学会のご挨拶をいただきたいと存じます。それでは村上先生よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と先駆けの研究総括をしております村上です。はい、えっ、ー、とまずあの本日は多くの方にご参加をいただきまして大変活発なご議論をいただいてあの深く感謝申し上げます。 えまあ冒頭のまあ上田先生のご挨拶でもございましたように、トポロジーの概念の導入で、いろいろな分野でまあパラダイムシフトですとか、異分野の融合が進んでおります。まあ、それによってまあ、えー、まあ新規物質創出、新現象の発見、えー、基礎学位の探求デバイス応用に向けた技術開発、えー、といったものを通じまして、材料開発にまあ新たなブレイクスルーをもたらしつつあるということをまあ分かっていただいております。 いたただけたのではないかというふうに期待をしております。えーまあ、本日は時間の関係で、まあ、講演数もちょっと限られておりまして、まあ、残念ながらあのごく一部のまあ研究チームの成果しかまあ紹介できませんでしたけれども、えーまあ、最初に申し上げたとおり、まあ、クレスト先駆けのトポロジー領域ではさまざ、あ、まな分野のトップ研究者がまあ参画して研究を進めています、えーと。クレストの方のスライドをお願いします。はいえー、とこちらクレストの方で えー、まあクレスターのチーム型、えー、研究としまして、まあ、ここに挙げてます。まあ、リーダーごとに複数の PI が、まあ、チームを形成形成しまして、えー、まあ緊密な共同研究を展開をしています。次お願いいたします。はい、こちら先駆けです。先駆けの方は、えー、個人型研究、えー、ということで、まあ、ここに挙げている研究者の方々がまあ自由な発想の元で、えー、研究を展開を、えー、しています。 えまあ今日もあの昨日もまあいろんなお話がありましたけれども、まあところー分野というのは今まさに発展中の分野でして、えー、まあ今後もまあ思いがけないような新発見、新展開が期待できるまあダイナミックなまあ分野となっております。 今回のようなシンポジウム等のイベント、あと JST のホームページ等で随時最新の研究成果を発信しております。もし興味がございましたら、今後ともイベントのご参加、ホームページのご訪問等よろしくお願い申し上げます。あと JST の方では、こちら先駆けクレスト含めまして、様々な枠組みで研究支援を行っております。そちらにも興味を持っていただければ幸いに存じます。 最後になりますが、本日ご参加の皆様方、素晴らしいご講演をしていただいたご講演者の皆様方、さらに JST の方々に深く感謝申し上げます。大変盛況なシンポジウムとなりまして、深く感謝申し上げます。これにて本日のシンポジウムを閉会いたします。皆様お疲れ様でした。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。